あこれからやりますんでね、外に向かって亡くなった方々、まあ、今回の大きな災害で亡くなった方々が、まあ、今回の、この法要の趣旨ではありますけれども、それ以外の世の中のいろんな魂に対して本当はもっとちゃんとお供え物をしなくちゃいけないんだけれども、今日この夏のこの頃には、行う補強、法事を、まあ、お手書きというの、それをちょっと今取り上げています。でそのお経が終わったら皆さんお外に出ていただいて、線香花火を灯していただきたい。これは本当ならみんなに焼香してもらうんだけど、そうじゃなくて今回は線香花火をみんなでその火を灯すということで、お線香をあげる、焼香することに変えたいと思います。ですから一旦お経が終わったら お外に出てくださいってご案内しますから、そしたら外で線香花火するようにお願いしますね。はい、いや